こんにちは、かなです。今日は業務スーパーの購入品をご紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、ではまず冷蔵物からご紹介していきたいと思います。1点目がこちらです。国産豚もも切り落とし、こちら 100g あたり100円で 1412g 入って1412円でした。これはめちゃくちゃ大量に入ってて、結構持ってても重たいんですけど、生姜焼きを作ったりとか、あとは普通に炒めたりとか、アスパラくるくる巻いたりとか、玉ねぎ巻いて揚げたりとか、なんかいろんなお料理に使えるし、ポークカレーも好きなのでカレーも作ってもいいかなと思って、たくさん入っているものを購入してきました。これがすごくお得です。めっちゃ重たいです。今回主人が一緒に行って、主人はね初めて行ったんですけど、業務スーパーテンション上がってて、こちらを選んでました。お買い得品の牛カルビステーキ1442円です。 100g あたりは288円、 501g 入っています。こういうなんか肉肉しいステーキがすごく好きみたいなので、これを食べたいって言って買ってました。結構たくさん入ってるのでお買い得かなと思います。こちらはアメリカ産のカルビです。男性も満足できる量だと思います。おかめ納豆3つ入り1パックあたり 50g 入っています。からしとタレとついているものです。おかめ納豆、これはいつも通り娘が納豆好きなので購入してきました。よく買ってますね。そして次、こちらのチーズ、QBB のチーズ6個入りです。こちらは 15g のチーズが6個入って、全部で内容量は 90g になっています。これはいつも紹介している業務スーパーで買ってるチーズとはまたちょっと違うチーズにはなるんですけど、こんな感じのチーズになってます。普通のプロセスチーズになります。はい、そして次、こちらも前回も紹介したかもしれない絹ごし豆腐です。これもねめちゃくちゃ安いお豆腐、28円かな。この豆腐も美味しいので好きです。内容量が 340g 入っている絹ごし豆腐です。これは木綿バージョンもあります。うちはいつも絹ごしを買ってます。絹ごしブルガリアのヨーグルト、いちごのものです。こちらは娘用のヨーグルトに購入しました。娘はいちごとかブルーベリーが入っているこういう小分けのパックのヨーグルトが好きなので、これを娘用に買ってます。これいろんな味ありますよね。アロエはあったかな。なんかいちご以外にも他にも味がありました。4つ入っていて、全部で 300g、 75g が4つ入ってます。はい、そしてアボカド、結構大きい、こちらも立派なアボカドなんですけど、これも安かったので買いました。私用です。これは私がもうトーストに塗ったりサラダの上に乗せたりしてよく食べてます。こちらもう一つあったんですけど、帰りに娘が飲みたいって言ってちょっと一つ飲んでしまって一つないんですけど、アンパンマンのぶどうとリンゴのジュースです。こちらは 125ml のものが3つ入ってました。ここにあともう一つありました。果汁 100% のアンパンマンのジュースです。これはみかんとかのリンゴとかヨーグルト味とか何種類か味がありました。はい、そしてこちら鮭、よく買ってるんですけど今回も鮭を買ってきました。こちらは甘塩の銀鮭です。693g で679円、 1,2,3,4,5,6 鮭6切れ入っています。業務スーパーのね鮭は本当に美味しくて、私は行ったら絶対毎回、ほぼ毎回買ってます。鮭結構おすすめです、個人的には。はい、次が冷凍のものなんですけど、こちらごま団子を紹介するのは初めてだと思うんですけど、これはよく実家で食べてます。 500g 入っています。170度のたっぷりの油で凍ったまま4個あたり約6分間揚げますって書いてるけど、揚げなくても美味しいんですよ。でも揚げた方が美味しいですよね。揚げた方が美味しいと思う。揚げて食べるものです。ごま団子こしあんが入っててすごい美味しいです。次、主人が選んだものです。こちら
チャルメラバリカタ麺豚骨味です。極細ノンフライ麺って書いてます。こんな感じの袋麺が5つ入ってます。これ便利ですね。主人が夜食に食べるみたいです。そして次、こちらも主人が買ったものです。8個入りのお茶漬け、のり茶漬け、なんか小腹が空いた時によく食べてるみたいです。永谷園のお茶漬けはもう鉄板で美味しいですね。これは娘も大好きだし私も好きです。そしてこちら、和風玉ねぎドレッシングを購入してきました。ちょうど和風ドレッシングがなくなったので買ってきました。和風ドレッシングは主人のサラダによくかけています。こちらは 300ml 入っています。国産玉ねぎ具材に鰹節の風味を効かせました。サラダ以外にもハンバーグ、パスタなど幅広くお使いくださいって書いてました。そして次、私が好きなごまドレッシングです。こちらはね、1リットル入ってます。私はごまドレッシングがめちゃくちゃ好きで、よくキャベツのサラダを作るんですけど、それにも絶対かけるし、お鍋の時もごまドレ、ごまだれで食べるのがすごく好きで、よくなくなってしまうので大きい1リットルのものを買ってみました。このごまドレッシングは実家で食べたことがあるので、大きいものを、ね、買いました。そしてこちら、七味 17g 入っています。こんな感じでワンタッチで開けれるキャップの七味です。こういう感じの七味です。サランラップがなくなったのでこちらを購入しました。食品用のサランラップ、プロ好みのラップ、 30cm×100m です。結構重たいです。このラップは結構お得だと思います。神戸物産の業務スーパーのラップです。はい、そして最後、これは主人が欲しいって言って買ったんですけど、おしぼり、ソフトフレッシュ100本入りおしぼりです。これはね、主人がおしぼりすごい大好きで、毎日おしぼりを持ち歩いて、まだれるところを拭いたりとか手を拭いたりとかするのに使ってます。なのでおしぼりはよくアマゾンで買うんですけど、業務スーパーでこれで200円くらい、結構安かったのでこちらを買ってました。めっちゃいっぱい入ってます。日本製のおしぼりです。はい、というわけで今回は業務スーパーの購入品をご紹介させていただきました。ちょっとでも参考になったら嬉しいです。少しでも楽しんでくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。